一人一人の魅力を引き出すオーダーメイドサロン、ボーガです。本日のビスポークプラスチャンネルでは、この夏に皆さんにお勧めしたいシャツジャケットをご紹介したいと思います。シャツジャケットっていうと、シャツの生地でジャケットを作るんですけど、通常のジャケットというのはウールとか麻とか、まあ、リネンですよねとかコットンを使って、やっぱり少し中にパイピングが入ったり裏地が入ったり、まあ物によってはね、真地が入ったりするものが多いので、どうしても夏は暑いと思うんです。で、シャツジャケットっていうのはもうそのシャツの生地1枚で、仕立てていきますので、軽いし薄いし楽だしっていうようなジャケットです。ちょっとこんな生地でシャツジャケットこの夏作ってもらえればおしゃれになるんじゃないかなという生地をね、一緒に見ていきましょう。はい、まずこちら、で今からご紹介するシャツ生地ですが、すべてシャツ生地なのでお家で洗濯できます。なので、まあ、エコですし、クリーニング代もかからなくて、まあ、ちょっと汚れてきたなと思えばたまに、クリーニング出していただいてもいいんですが、リンクルフリーというね、防シワ加工されてますので、シワがまずつきにくいんで、こういったねリンクルフリーのチェック柄、僕が悩んでるのは、一番いいなと思ってるのはこのパープルのチェックはおしゃれやなと思ってます。まあ皆さんね、好みあるかと思うんで、ブラウンがいいとか赤がいいなっていう人は もちろんおられると思いますが、僕はこのパープルで、中を気に入ってます。はい、では次見ていきます。次お見せするのはカンクリーニというイタリアの名門のシャツメーカーの生地です。こちらも高級コットン使ってますので肌触りいいですし、またね色と柄ちょっと見ていただきたいんですが、僕がピックアップしてるのはこのストライプ、ちょっと幅広ストライプなんですが、ちょっとかすれたベージュに、まあ、ブラウンとかで、こちらもグリーンなのかブルーなのか分かんない、ちょっとターコイズにも見えるような生地ですとか、ではたまたブラウン、ちょっとレッ赤が混じったようなブラウンなのか、でもかすれてるんであんまり主張もしない、なんかここら辺のね、ストライプでジャケットにしていただければすごくおしゃれな感じになるんじゃないかなと、ちょっとヨーロッピアンみたいなね、感じのスタイルになるんじゃないかなと思います。はい、僕が一番おすすめするのはこのベージュの色、いいんじゃないかなと思います。はい、では次いきます。そして今度は英国トーマスメイソンという名門です。シャツの生地の名門メーカーさん、はい、トーマスメイソンね。はい、お見せしたいの何点かあるんですが、皆さんにジャケットとしてこうイメージしてもらいやすいのはこういったね、通常のウール生地なんかでもあり得るこうチェック柄は結構シャツの生地だとしてもジャケットのイメージがしやすいんじゃないかなと思います。こういったね、チェック柄でシャツの生地なんですけどジャケットにしてもらうと、そういったのもいいかなと思いますし、僕が今回ちょっと悩んでるのはこの生地、なんて説明すればいいかわからないんですが、最近こういったストライプはあまりシャツとしてオーダーされる方少ないんです。ただしこれをねジャケットにしたら意外とねいいんじゃないかなって僕は思ってて、ね、デニムに合わせてもらって着てもらう、とか白パンに合わせてもらって着てもらうとか、下が T シャツでもなんかこういうストライプのジャケットを、まあ、しかもシャツの生地で、ジャケットを仕上げていただくのはすごいおしゃれになるんじゃないかなと思います。で最後に、お見せするのが、皆さん女性の方は結構ね人気なんで知ってるかもしれないです、リバティ。これもプリント柄として有名な生地メーカーリバティです。はい、このリバティの僕がいいなと思ってるのはこの2枚、ちょっとね夏なんでブルーが多い絵柄の生地ですとか、カラフルでちょっとねパステル調のね絵が入ってるもので爽やかに、まあでもさっきまでの生地とは違って、こちらはもう本当に遊びですよね。どっか友達と遊びに行く、海に行く、釣りに行く、バーベキューしようぜみたいな感じの時に着てもらうようなシャツジャケットになるんじゃないかなと思ってますので、ぜひね皆さんもこういったシャツの生地で
ジャケットを仕上げていただければこの夏爽やかに、涼しくね過ごしてもらえるのかなと。そしてもっと広く知っていただくためにも、結構人気なんですよ。一回し、こう一回おあつらえされた方は好んでやっぱり夏はずっとこれ着ていく方多いので洗えてね便利ですし、このね、便利さとかこの涼しさをでこのおしゃれさを知ってもらうために当店ゴールデンウィークから 10% オフ 10% オフで、皆さんに、オーダーしていただこうと思っておりますので、ぜひ、京都近郊の方々皆さんですね、そんなシャツジャケットなんてオーダーでできるのって思った方はぜひねご来店いただいて記事見て一緒に楽しみましょう。はい、本日は、どうもありがとうございました。